おはようございます。今日はですね α7S3 と一緒に買ったこのレンズ FE35mmF1.8 ですね、これを選んだ理由とかをね説明しつつ、まあ、今日ちょこっとねお出かけする予定なので、またあの 35mmVlog をねしてみようかなと思います。で、一番最初のフルサイズレンズをまあ、このレンズにした理由なんですけれども、まあ、この前ね α6400 にサイズのね 24mm をつけて 35mmVlog を試しにしてみたんですけども、普通にね Vlog できましたし、家で撮っててもあのちょうどいい画角っていうかね、もう何でもできるっていう感じなので、まあ、僕はね本当に 35mm が好きなんですけれども、まあ、そういうのもあって、あのフルサイズのね一番最初のレンズも 35mm でいってみようかなと思いました。で、 35mm はこのレンズ以外にもあの GM レンズとかねもあるんですけれども、まあ、このレンズの方があの最大撮影倍率が高いですし、まあ、値段も安いと。で、かつあの一応ボタンとかもねあの一通り揃ってるということで、かなりねコストパフォーマンスは高い方かなと思ってます。で、僕はだいたい5万円ちょっとぐらいで新品を買いました。あとは超解像ズームとかを使えばかなりね被写体に近寄って撮ることができて、まあ、なおかつねあの α7S3 のおかげですごい綺麗に撮れるので、だから 35mm のね 1.5 倍ズームまでいくから、50mm ぐらいまでいくのかな。ということで僕にとってはね 35-50mmF1.8 みたいな、まあそんな感覚で使えてますね。なので一番最初のレンズをねこれにしてすごい良かったなと思ってます。で、強いて欠点を言うとすれば、なんかねちょっとやっぱりね安っぽいですね。この前も言ったんですけど、このピントリングのこの滑らかさがなんだろうな、少しスカスカ、まあ、スカスカなわけじゃないけど、なんかこう他のねいいレンズを使ってるとこう滑らかさにちょっと欠けるかなっていう感じはします。あとね、この外装もちょっとプラスチッキーな感じで、多分強化プラスチックじゃないかな、金属製ではないですね。このさ、先っちょの黒いプラスチックのところの赤い点、これついてるレンズたまにあるんですけども、なんかねこれもねすごい安っぽいっていうか、まあ、ちょっと高級感というか所有感みたいなのはあんまり得られないかもしれないけどね、まあ5万円のレンズなんで、まあ、こんなもんじゃないですかねっていう感じで、まあ、そこまで気にはしてないです。で、実はこのレンズと他にあの予約していたレンズがあのシグマの 28-70mmF2.8 ですね。まああれなんか今ちょっといろいろ問題があってね生産止まってるらしいんですけども、あれを予約してたんですけども、なんかねすごいこいつがね使い勝手良すぎてシグマのレンズいるかってなっちゃって、あの予約をね一旦キャンセルしちゃいました。なんかね万能すぎてね2本目のレンズをどうしようかっていうのがすごいね迷ってきちゃって、まあさらにねこのレンズの悩みが増えてしまったっていう感じなんですけども、まあとりあえず1本目はこいつにしました。よし、ちなみに今撮ってたのが α6600 で、こっちがα7S3 ですね。まあ、あのレンズのね画角も今ちょっと違うんであれですけども、どうですかね色の感じは。どっちも HLG で撮ってて、多分あのリーミングラットでねレック709に戻してると思うんですけども、どうだろうね、もうちょっと露出上でもいけるか、これぐらいでもいい。なんかねこう画面で見ててもこっちの方が綺麗かなっていう感じで、だいぶね色合いは違うよね。ホワイトバランスもどっちもオートなんですけども、まあ、あの編集してみてねあのチェックしてみようかなと思います。
準備 OK ですか？ OK ですね。え、やばいよ。マジ？ちょっとやばい。ほら、ほら。ちょっとどうする？やったな、お前。どうしよう。どれがいいかな。バスチー。まあそんな感じでね、また35ミリで Vlog をしてみました。まあ、今みたいにね、あの車の中で撮るとどうしてもね狭いんですけども、35ミリ Vlog が僕の中ではね最近ブームになってます。完全見切れてるけどね。まあこれもねいいんじゃないかなと思います。あとちょっと最後に相談なんですけど、あの僕のチャンネル α6400 ユーザーが多分多いと思うんですけども、 α7S3 の話ばっかりしてたら嫌ですか？なんかね直球な質問なんだけど、あの僕とかだったらカメラもともと好きなんで、例えば自分がねフルサイズ持ってなくても、あのフルサイズのね話してくれてると結構興味持ってみようかなって気持ちにはなるんですけども、皆さんどうですかね。まあ、別にね比較することなく普通にねカメラの話してくれれば、あの楽しいですよって言ってくれれば、まあそれはそれでね嬉しいと思います。まあそんな感じですね。次回の動画もよろしくお願いいたします。